音の出どころを探そう。またレオンだ。ああ、よかったです。あれ、またあなたたちでしたか。それはこっちのセリフです。またあなたですか。また同じパターン？ん？どこにおるの？レオンを救う。ちょっとよくわからん。まあそこから出るんだろうね。合言葉をまた聞いて多分そこから出るんでしょう。だからこれはもう降りていくっていうことでいいのかな。周辺特に何もなさそうなんで降りていってみようか。ああここっぽいね。レオンさんはそこと。ここ塞ぐ感じでいいかな。この感じで良さそうだね。はい。でこれでそこここがつながりました。順番に行けばいいのかな。順番に行ってみよう。手前からで、これはこれで塞ぐっぽいね。ちょ見えてるけどなあ、これ見えてるけど、まあいいらしいわ。でガバガバな感じで OK らしいので、じゃあまあよしとして、でこれはあれでやるのかな。どうなってんの。そこを塞げばいいんだよね。ここか、こうかな。これでいいらしいわ。見えとるけどね。いいらしいわ。で、これで、レオンさんが移動して助かると。これでいいのか。なんか簡単な割にギミックがすごいと、なんかこう達成感はあるよな。ここから話せる？どこから話すの？向こうから行かんといけんのかな。落ちそうだな。あ、向こうあれが出とんな。このような無様な姿を幾度もお見せしてしまい申し訳ありません。やはり今の実力では立派なヨガナツ騎士を演じるのはまだ早いようです。演じる？ええ、恥ずかしながら私は本物の騎士ではありません。最近劇団で騎士役をもらった新人役者で、役作りのため準備をしていたんです。それって胸を張って言えるようなことなのか？皆さんはご存知ないかもしれませんが、雄夜浄土で演劇とは非常に重要な文化なのです。良き演出は皇女殿下への一番の恩返しになります。へえ、つまりあんたらんとこ特有の文化ってことだな。ええ、そうなりますね。ですので騎士を演じられるのを私は誇りに思っています。あなたたちの皇女殿下はなぜ演劇が好きなのでしょうか？皇女殿下は昔このように言ってました。私のために祭典を催し、荒野で劇を演じよ。私にひれ伏し、霊夜の栄光と引き換えに純潔の玄武を捧げなさいと。おそらく皇女殿下は真の芸術とは何たるかを知っているのでしょう。
人間の奥深くに隠された喜怒哀楽を見分けることができるんだと思います。演劇において魂とは感情の凝集と昇華です。演劇への理解が深い方はきっと繊細で情緒豊かな心を持っているんでしょうね。なるほど。教えていただき感謝する、騎士殿。あなたは私のことを騎士と呼んでくれるのですね。嬉しいです。ありがとうございます。それでは私はこの栄光とともに己の戦場へと赴きます。皆さん、縁があればまた会いましょう。もう会わなくて済むように、今度こそ気をつけろよ。あ、そうだ、扉を開けるための合言葉をお教えしますね。命令に従え、翼を広げて出航せよ、です。なるほど。じゃあとりあえず出ようか。城の図書館に入る。この、まあ、これの繰り返しなのかな。レオンを助けて合言葉を聞き、図書館というか本を読む、で戻る。翼を広げて出航せよだな。分かりやすい構造だね。お、本が現れたぞ。偉大なる父上、母上、ごきげんよう。今日は竜夜浄土の祭典の日。二人には、エミちゃん、その年になってもまだそれを続けるのかい？あ、切な。もう大きいんだから、童話の話を信じるのはやめなさい。でもそうだ、お母さん新しい本を買ったの。楽器の弾き方が詳しく載ってるから読んでみて。いいわね、より有意義に時間を使うのよ。あ、お母さん、怖い、行き止まりだ。わかった。切な、だんだん闇深く切なくなっていく感じ。ワンチャンメンタル弱ってる時にやると、あれだ、引っ張られるな。引っ張られるまであるな。廊下を進んだ先が両方行き止まりっていうのもな、考えさせられるよな。また戻ってきたな。二巻が終わったの。偶然にも、かの邪竜の正体を垣間見たでござるな。はあ、ああいうのすごく共感できるぜ。あたいたちの趣味を時間の無駄だと思ってる人がたまにいるんだよな。おや、あなたは。アーノルド。僕は道を聞かれるのが好きなアーノルドだ。いえ、私が言いたいのは、どうしてまたあなたがここにいるのかです。そろそろ君たちが聖国の栄章の第3巻を探してる頃だろうと思ってね。ええ、その通りですけど。親愛なるお嬢さん、君が僕のためにすることなど何もない。君の美しさこそが僕への一番のご褒美なんだ。だから君が求める答えを今ここに捧げよう。聖典の第3巻は王城の最上階にある。そこに見張りはいるだろうか？ああ、もちろんいるさ。何をバカなこと言ってるんだ。貴重な本を野ざらしにするような国なんてないだろ。つまりそこも夜ガラスによって守られておるのだな。聖典を守るのは神下にとってこの上ない栄誉だ。でもこちらのお嬢さんはきっと聖典を読みたいだけなのだろう。はあ、君はなんて美しい顔をしているんだ。その上知性に満ち溢れている。君の仲間も英雄のような顔立ちをしているし、きっと聖典に秘められた物語を理解できるだろう。大書記官のオズ様が伝えし殿下の偉業は竜夜浄土の宝。あの本を読むたびに
殿下が幸せであることを願うばかりだ。なんかアーノルドの喋り方なんか似とるなと思ったら、あれだね、なんか海外ドラマとかで吹き替え吹き替えで見た時のあの感じだな。あの感じに似てんだな。孫たちは二人で早く朝から前暮らしてるようです。今何時？8時前。いいね。え、もう夏休み？いいね。良い、あ、そう、祝日か。良い朝だ。カズハ、来い。あ、星音。誰？鹿のイン来い、鹿のイン。鹿の院来たわ。あー、久喜忍さん来んかったけど鹿の院は来たわ。オッケー。とりあえず鹿の院来たならオッケー。早めにいただいておきたいよね、鹿の院はね。結構楽しそうなんだよな。使ってみたいよね。夏休みもまだですね。おめでとうございます。ありがとう。出ましたね。出たね。特化素材、あ、ちょうど持ってるわ。君は僕に強くなってほしいのかな。そんな気がする。やっぱデートイベントのあのなんか、なんていうの、あれを思い出して一瞬ですごい眠くなっちゃう。体が反応して眠くなっちゃうんだけど。モラが足りん。あ、違う、これか。でか。ここで工場ガチャで久喜忍さんが出てくれれば何の問題もないんだけどな。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう。あ、これな。さっき拾ったな、そういえば。ああ、コスチュームもらったわ。やった。16個集めたらもらえるんだ。20個集めたら20個で普通、この20個は普通にこれなのか。可愛らしいですね。旧友とまた。やっぱすごい雰囲気変わるね。別の天柱。雰囲気変わりますね。万千世界の命運がこの断罪の目に顕現した。別の天柱中に分け与えられた楽園エデン。私断罪の公女は120だからまだ回せないか。ちょうどあの裏でスクロースさん育てようとしてたから、あのちょうど風のあれがいっぱいあるわ。今添付本が今あんまないよな。
添付本とモラが。とりあえずこんなもんか。